DJ 社長、アスカキララの炎上の件、どう思いましたか？これ知ってるわ。アスカキララ、何やったっけ、YouTuber の名前忘れたけど、まあ、ちょいちょい有名ぐらいの YouTuber が、あれよね、アスカキララの、なんかめちゃくちゃ整形のについていじり倒したみたいな動画を出して、アスカキララがそれに反応したよね。もうさすがに。ないわみたいな、ちょっとなんか法的処置取るみたいなこと言ったんかな。いや、じゃあ最初はなんかちょっとコメントを残したらしいよね。けどやっぱコメント消して、やっぱもう法的処置取るわみたいなこと言って、でその相手の YouTuber がごめんなさいって、本当に謝ります、すいません、アスカキララさんのことを考えてなかったですって言って動画を消したんよね。と思いきや、その次の日に動画消したかと思いきや、そのいつがなんか冗談通じない女とか言って、またアスカキララのことめちゃめちゃいじっとったよね。はい、まあこの件について僕はどう思うかですね。あの 100% アスカキララの味方です。はい、まあうちの嫁なんだけど、これね、アスカキララって実は俺と結婚してて、俺の嫁なんだけど、あの悪口言うやつとか許せないし、やっぱ殺す、あいつ殺す。じゃあ、あまり面白くて言い方がごめん。